はい、というわけでおはようございます。今日は12月入って初めての東京ディズニーランド土曜日です。あ、待って、舞浜駅から行けるって思ったけどこっちから列できてんだ。早いな。舞浜駅側はなんとびっくり、7時前でも行列。私こっちから行けるのかなって思ったけど多分最後尾向こうですねすごいな。今ね6時58分ぐらいなんですけど列が長いです。とにかくでももう開園待ち始まりそうな感じだ。舞浜駅側じゃない、ランドホテルだ今日は。はい、というわけで7時40分ようやく抜けれました。手荷物検査40分、じゃあ7時から始まるからだいたい40分かかりましたね、7時前に来て。そしてまあ左右の方がやっぱり並んでる方多いね。周りで進むっていうのもあるんだけど、あ、でも少ないわやっぱり。でもね、なんか舞浜駅側ちょっと今日混んでるんで駐車場側に逃げます。ここがハッピーエントリーですね。おはようございます。舞浜駅側のハッピーエントリーの横に逃げます、うん、こっちの方が待ってる方少ないね。どうしようかな、こっちで待つか奥で待つかだけど、あーでもちょっと見ていこうか。うわー、ランドステーションの横のお手洗いも長いですね。女性用が結構長い、男性はすぐ入れる感じ。あーでも結構奥側までできてるからこっちの方が早いな。一旦ここにします。はい、というわけで7時頃の開園待ちで手荷物検査終わったのは7時40、まあ、約40分かかって8時35分ぐらいに入園に来ました。しかも今日からなの？え、前からだったっけ？前は早かったんだけど12月2日の土曜日は8時15分ハッピーエントリー、8時半一般開園でした、まあ、だけどね、私本当にちょっとやらかしちゃって、Cのチケット買ってたみたいで、ランドのチケット買ったつもりなんですよ。で、開園待ちの時に気づいて、いや本当にやらかしかけた。しかも8時34分で買うっていう、1分前でやっと繋がって、前繋がんなかったんですよ。その5分ぐらい前にサーバーがエラーなっちゃって命拾いでした。でも今ね無事入ってランドのチケット反映してる、よかった。とりあえず命拾いでした。
今ね、プーさんのハニーハントと DPA はね、プラザガーデン前にしました。あ、でも B エリアの4列目だから結構もうギリギリって感じだったんでしょうね。一般開演でもプラザ取ることできたんですけど、4列目でした。ぜひ参考にしてみてください。もう私はね、今日もやることが多いと思うので、ほぼ地蔵はしないかな。はい、というわけで朝一、もうミッキーとかミニーちゃんとかスティッチもね、最前列埋まってますね。ミキミニチデちゃんたちのフロートはもう座り見3列目4列目から案内中です。で、美女と野獣は120分、8時40分で120分でした。一般開演10分です。もう朝から座り見は埋まりますね。でも本当にこれさ、まあ皆さんね、愛があるからここで待たれてるとは思うんですけど、でもこれ始まるの15時25分なんですよ。まあ多分14時で12時25分のハモカラで待ってるわけではないと思うから、ハモカラ見てそのままあれですよね、そのクリスマスストーリーズ行くというか。だけど終わるのもう16時前だから日没ギリギリって感じですよね。まあでも場所選ばなかったら全然空いてるんでいいんじゃないのかなと思います。すごいですね、キャラクターによっては待たれてる方が多いです。ただここ多分穴雪だと思う。待ってる方少ないですね。で、本当はねプーさん側とか右側が人気なんですよ、モンスターズインクとか。今回左に行くのは、まあ、ビッグサンダーぐらいしかないから、まあ、ビッグサンダーに行こうかなと思っていて、あとなんだろう、そうだね、まあ、プーさんプライオリティ取らなかったらモンスターズインクかアストロブラスターか、あと何があるかな、まあ、スペースとかでもいいですよね。ただもう40分前ぐらいなんでビッグサンダーは長いだろうな。あとは今の時間帯だったらミッキーワッフルもね空いてるんで9時前に並ぶのもおすすめです。ただね、今日私ね朝5時に起きたのかな、5時に起きて朝食食べてきちゃったんで、軽くチョコチュロス食べるぐらいならできるかな。行ってきます。ビッグサンダー何分かな、もう動いてますねビッグサンダー。今ね8時44分、ビッグサンダーマウンテン朝の時間帯25分待ち、まあ、左側来るメリット今スプラッシュが休止だからこっちぐらいしかないよね。こちらの列でも大丈夫です。もう美女と野獣はなくなるね、これ9時半ぐらいにはなくなりそう。はい、というわけで乗り終わりました。ビッグサンダーマウンテンは現在60分待ちで案内中です。今ね9時10分なんで、まあだいたい入園者が今アトラクション結構集中してる感じ。てかクリストが埋まってる、座り日全部埋まってるじゃん、ここすごいな。まあさすが休日って感じですよね、 X 用にしゃべらねば。クリスマスストーリーズのドナルドに至ってはさ、誰も並んでないんだけど、こっちがドナルドかな、ちょっと手前すぎたかな。なんかさ、推しのキャラでそう待ってる人のグッズで見極められるんだけど、でもここは誰も持ってる方が分かんないや。この辺が多分ウッディとかだったと思う、トイストーリーだったと思いますね。1番目ドナルド、2番目トイストーリー、3番目白雪姫なので、あ、ここがトイストーリーだ、ウッディのおもちゃがたくさん出てきてる。この辺トイストーリーなんだね。トイストーリーもね結構人気なんですよ。そう、トイストーリーはね割と人気、あとスティッチとかで、この奥が白雪姫もだけ、今日も白雪姫でも意外と早いね1列目。まあだけど3回停止してくれて内容一緒だからさ、
本当に分散するのはありがたいが、1日1公演じゃなくて2公演にしてくれれば、本当に午前中午後でやってくれればさ、10時だったら全然待つのよ。だって11時前に移動できるから。だけどさすがにね、15時まではちょっとね。まあそれはまあおのおのの時間の使い方なので、まあ、否定はしないんですけど、ちょっと私は今回も DPA 買ったしいいんです。というわけでペコスビルカフェ並んでいきましょう。ペコスビルもちょっと長いっすね。はい、というわけでだいたい5分前後でペコスビルカフェ買えました。ただ私が並んだ後ね、ちょっと列が伸びてて15分ぐらいかかりそうでしたね。そして今回のチョコレートチュロスの絵柄はミッキーの絵柄でした。嬉しいミッキー。あとはこの他にもペコスビルカフェだとポークライスロールも出て、私もねそれもち米でちょっとね脂身はあるんだけど、ソースが濃厚でめちゃくちゃ美味しいです。ただ私ねさっきも言った通り朝食今日食べてきちゃったんで、今日は軽くこのチョコレートチュロス食べて、あと10時50分に北斎のプライオリティシーティングが当日枠、当日の朝9時からレストランの余ってたプライオリティシーティング取ることできるんで、プライオリティシーティングも取れたので軽く食べます。まあこの10時50のプライオリティなのでマジカルミュージックの初回公演はいけないんですよね。まあ、ただマジカルミュージックもいつも土曜日だと初回公演早くて9時45分ぐらいにはラインカットされるみたいなので、今9時25分か。まあ今だったらアトラクション1個空いてるの乗れたら、まあ上ビッグサンダー乗って1個空いてるジャングルクルーズ乗って軽く食べるって感じか、フォレスト行くかって感じがいいんじゃないのかなって思います。はい、というわけで今日はめちゃくちゃ寒いので着込んでおります。これねコロンビアですね、ブランドディズニー100で、アウターがフードがねミッキー仕様になってます。めちゃめちゃあったかい。それではチョコレートチュロスいただきます。朝食食べてなかったらポークライスロールもいいなって思ったけど、まあ、でもプライオリティシーティングがね当日で北斎取れたんで、いやマジで休日はご飯がとりあえず列が長いのよ。長いので、まあ、やっぱり10時の時間帯でも場合によっては混むんで、まあ、今から来園する予定の方は本当にプライオリティシーティング取っておくとか、モバイルオーダー利用するとか。でももうモバイルオーダーはグランマサラが14時15時18時しかなくて、まあ、多分もう10時前にはなくなるんじゃないのかなと見てます。めちゃくちゃ早い。でもねペコスビルカフェも番号がレジに123って振ってあって、近いうち導入されるんじゃないのかな。でもチョコレートチュロスとか並ばずに買えるならいいよね。めっちゃやっぱまだ朝の時間帯だから15分ぐらいだけど、もう本当に日中長くなっちゃうんで、モバイルオーダーどんどん導入してほしいなって思います。あとは私がこの12月に来られる方でいい回り方としては、まあ、右側はプライオリティパスで、まあ、事前に2個取れればいい方なんで、まあ、2個決めておいて、で左側で大型で人気なのがやってるのがスプラッシュが休止でビッグサンダーしかないんで、朝一ビッグサンダー行ったら、まあ、もっとね早く入園できてたら朝のうちアトラクション空いてるんで、まあ、それこそジャングルクルーズ行ってこのペコスビルカフェで戻って休憩してそのままフォレストシアター行くのもいいんじゃないのかなと思います。10時50分の初回なので、まあ最初のうちに左側攻めてた方がスプラッシュ以外、まあ、あと長いの多分ウッドチャックぐらいかな。で日中ウエスタンリバー鉄道とかが上がると思うんで、なので最初に 朝一に左側攻めるのすごい、12月28日までスプラッシュ休止なので12月来園する方おすすめです。あとプライオリティシーティングとかモバイルオーダーとかプレミアアクセスとか事前に朝のうち取っておけば取っておくほど有利って感じありますよね。私はね10時50分に北斎のプライオリティ入ってんで、今日はフォレストシアターは見れないかな。まあ、その分パーク一周とか他の撮影ねやろうかなと思います。すごいね、チャイナボイジャーもうオープンしてんのかな。9時半からだっけ。今9時40分なんだけど、確か10時だったと思う。もうこんなに列できてます。バフェテリアサービスのレストランですね。まだ、あ、今ウエスタンも動いたばっかりかな。うわすごい、これは10時前から皆さん並ばれてるんですね。まあでも20分から30分ぐらいはかかるんじゃないのかな。まだ空いてないです。すごっ。まあでもやっぱ
寒いんでね、あったかいラーメン食べたいっすよね。それこそさ、もうチャイナボイジャーでお昼と朝食を一緒にして、もうブランチにするのもいいと思います。で、ここのミッキーウキヤマンも美味しくていいよね。40周年のこれもね、ぜひまだ来たことない方、熱々で塩気のあると、塩気のあるチキンが楽しめますので、食べてほしい一品です。ジャンボリミッキーはまだ初回コーン行けんのかな。ジャンボリミッキーも12時15分公演が初回か、今からだと2時間半ぐらいですね。あ、でも全然並んでる方少ないですね。ジャンボリは2時間半前だけど、でももうこれで最前列割るようなもんだよね、正直。カフェオーリンズも10時オープンでちょっと列できてる感じです。まあ、だからやっぱりアプリでさ、運営時間になったらアプリで待ち時間見れるんで、開店時間をちょっと10分20分前を狙った方がカウンターサービス系はいいね。ただバフェテリアのあのチャイナは本当に人気だからすごいですね。もう10時オープンだと思うんですけど、10時か、いやでも10時だと思う、あそこまで列伸びてたら。まあ、アプリでね確認できるんで、ぜひぜひご確認ください。カリブも長いな。また後ほどアドベンチャーランド来るんで、ただここまでね10時前で伸びますので、いつもありがとうございます、視聴者様でした、ね、皆さん本当に早く来てた方が多くアトラクション乗れるのでご注意ください。いやー、朝一のミッキーワッフルがすごい。何これ、ミッキーワッフルは本当にこれ1レジだよね。1レジしかないし、とんでもない長さ。これは60以上はかかりますね。そして反対側もチョコレートチュロスが、うわー、さっき食べててよかった。ぐるって一周してますね。10時5分前後ですけれど、お菓子屋さんこの時間なら全然というか、まあ、ちょっとゲストは多いけどまだ選びやすく感じます。12月1日からお正月のお菓子が販売になってます。お、リルリンリンのクッキーが再販してる。これは買っていかなきゃ。もうチョコレートのチュロスナックはないんですよね。それではお菓子買ったのでコインロッカー入れていきます。全然10時ですけど余ってますね。400円だ。いやでもさ、この前ユニバに行ったらさ、めっちゃ高かったんだよね、コインロッカー。そう、こっちは500円のコインロッカーだ。はい、というわけでお菓子はまあ午前中買ってた方が結構空いてるんですよね。まあ日中も気持ち空いてるけど、やっぱ夕方から結構混み出すんで、まあ、今のうちにやっぱりコインロッカーに入れておくのと、でパレード待つ方はねこれ使った方がいいと思うんですよ。で今日私はもうクリスト DPA 買ってるのと、まあ、ハーモニーからレジャーシートだけ取り出して、まあ30分前ぐらいでいいかなって感じですね。まあ、ガチめに場所取りしたい方はこれ持っておかないとダメですけど、もう荷物の邪魔になるんで、まあ、最後エレクトリカルパレードの前寒くなるんでブランケット使おうかなと思います。なのでまあ開演待ちで使ったものや、まあ、あとお菓子とかを入れて、また夕方頃取り出します。
はい、というわけでコインロッカー今回入り口近くの使わせていただきました。そしてここのメインストリートハウス前のグリーティングはエントリー受付なんですよ。で10時前ぐらいにやろうと思ったらエントリー受付終わってて、もう朝入園したらすぐあのメインストリートハウス前やってたらもう朝一当たるか当たらないかですよね。やってた方がいいと思います。抽選する権利すらなかった。でも本当はねコロナ前は並べたんですよここ。だけどエントリー受付になっちゃってんですよね。しかもこっちの左はねミッキーでやってて、反対の右側でミニーちゃんが来たんですよね。でもまだまだ入園してくる方が多いですよ。それでは今日はトゥモローランド側からパークを一周していきましょう。このクリスマスツリーがある近くですね、タウンセンターファッションでカチューシャが買えたりします。まあ反対側でも売ってるんですけど、でやっぱりね開園直後は列できるんですけど10時ぐらいになると全然すぐ入ることできます。他にも、グランドエンポリアムもすぐ入れますね。こちらももうスタンバイパスなどは実施してないです。まああと久しぶりにプライオリティパスじゃない、プライオリティシーティングを導入しているセンターストリートコーヒーハウスも行きたいな。ここもね新メニューのマリーちゃんが美味しそうなんですよね。なんかね今のタイミングだったらセンターストリート並べるみたいで、この列で30分ぐらいみたいです。ただプライオリティシーティング持ってる方はスムーズに入れるって感じですね。まあプライオリティ持ってないと入れないレストランと入れるレストランもあったりするんで、この前まあ11月18のパーク一周投稿したんですけど、あの北斎が90分だったからすごい長かったんだよね。はい、というわけでトゥモローランド着きました。てかごめんなさいね、この前のパーク一周で視聴者さん立った時かな、美女と野獣周りでなぜかね画面が真っ暗になってて、動画を書き出した時は大丈夫だったんだけど、あいいなクリスマス、今日もスティーブンさんが元気そうだ。そう動画のね書き出しした時は大丈夫だったんだけどね、まさか真っ暗になってたとは気づかず、一応コメントでお詫び申し上げますとはね、あの謝罪だけさせていただきました。そしてモンスターズインクですね。モンスターズインクも休止明けですね。こちらもプライオリティパス対象で、通常に並ぶと何分ぐらいなんだろう。てかそろそろプライオリティパス取れるかな。今70分ですね。でこのモンスターズインクの反対に日付入りのガーランドもありますので、皆さんぜひ写真撮ってみてください。スターツアーズもプライオリティパスだけど何分待ちなんだろう。スターツアーズは長いですね。プライオリティパス対象で通常に並ぶとスタンバイで25分待ち。今10時20分ぐらい、パンギャラクティックビザポートもすぐ入れますね。まあ、なので、まあ、場所によりけりだよね。ちょっと写真撮るあのぜひね X とあとインスタグラムのスレッズで当日インした日に混雑状況とか詳しく載せていますので、あの皆さん気になる方はぜひ、あの現地で近く行かれる予定の方ね、あのよかったら X とスレッズのフォローもお願いします。そしてクラブマウスはまだ10時20分ですけど並べますね。クラブマウスビートも現在40周年バージョンになっていて、できたらね見てほしいステージショーですね。で初回公演を逃したら2回目以降もうエントリー受付しかないんで、それ外しちゃったらあのもう屋外でしか見ることできないんですね。なのでできたらねもう朝一とか早めにエントリーして当たったら見るのもいいし、外れたら初回公演できたら見てください。ただね遅いのが難点なんだよね、12時10分なのであと2時間ぐらい待たないと見れないですね。まあだけど基本的キャストさんに前お伺いしたら、あっちのフォレストシアターが終わったら流れ込んで終了することが多くて11時半前後が多いみたいですね。まあ、もちろんね、当日の状況によってあの自由席の案内終了時間変わるのでご注意ください。じゃあ、スペースマウンテン気になるけどアストロブラスターから見ていきましょう。バズライトイヤーのアストロブラスターはプライオリティパス対象で通常に並ぶと60分待ちです。そして次はスペースマウンテン、その向かい側にあるトレジャーコメットで今売ってるカプセルトイを見ていくんですけど、
スペースマウンテン何分だろう、プライオリティパスの優先利用があって、まあ、それ以外ですね、通常に並ぶと、システム調整になった、待ち時間が出てないや。今70分待ちだったんですけど、一時システム調整入っちゃったみたいで、今スタンバイが止まってますね。そして反対側のソルトもすごいぐるぐるしてる。これも30分は多分かかると思います。じゃあトレジャーコメットの横ですね、あるソルトのフレーバーで、トレジャーコメットで今売ってるカプセルトイ見ていきましょう。リルリンリンがね、11月末で終わったみたいなんですよね。ここはベイマックスのグッズがたくさん並んでます。あとスティッチだね。まあ、ベイマックスがこんなに出る前はスティッチが多かったけどね。トレジャーコメットはキャラクターのキーチェーンです。はい、それではスペースマウンテンの、まあ、左横ですね、正面から見たらベイマックスのハッピーライドあって、ディズニープレミアアクセス対象、通常に並べば今95分待ちです。そしてベイマックスの正面から見て左の隣にあるポップコーン専門ショップビッグポップも3列ぐらいできてますけど、ここはねレジ数が多いんでめちゃくちゃ回転率いいです。おそらく20分から、まあ、長くて30分もかかんないと思うけど、3種類ぐらいフレーバーがあって、もうね3つあらかじめ買っておくのをおすすめします。あの周りのポップコーンワゴンの列がね見てわかる通り長いので、ジップロック持ってきて前もってたくさん買っておいて、分けてね1日分けて食べるのをおすすめです。はい、ということでトゥモローランド出て美女と野獣エリア来ました。美女と野獣のアトラクションの前のキャラメルもすごい長いですね。まあ、15分から20分ぐらい、ちょっとね進んではいるのでそれぐらいじゃないのかなと思います。そしてマジカルミュージックワールドはねもう初回公演の案内終了してます。今日もミッキーのマジカルミュージックワールドは11月18の土曜と一緒で、まあ、大体10時前にはなくなってたみたいです。まあ、もちろん日によってあの混雑状況って変わるので、今日はあくまでも10時前後みたいです、10時前みたいです、まあ、おそらく9時45じゃないのかなと思います。まあ、なのでフォレストシアターに関しては10時50分公演だから、まあ、1時間ぐらい前にはなくなるってことですよね。で美女と野獣もあまあ朝よりは伸びてますね、150分待ちでも9時の時間帯170だったんで、でプレミアアクセスはもう終了してて、あのプレミアアクセス対象ですね。でプレミアアクセスはもう10時前ぐらいにはなくなってて、通常に並ぶと2時間半待ちです。で私が美女と野獣はおすすめの時間帯は夜なんですけど、システム調整とかが1日入っちゃったら、あの19時前よりももうプレミアアクセスをお持ちの方案内とかになっちゃうんで、どうしても美女と野獣乗りたい方はどこか下がったタイミング、まあ、だいたい130前後ですよね。土日だから今日はまあ150前後にはなると思うけど、まあその130、140とかだったらそのタイミングで並ぶか、またあの2日目ランド来るとかで、3日目に複数でその日旅行でランドに来るとかだったら、あのもう長い時間に並ぶか夜かけて並ぶか、夜だとねエレクトリカルパレード後だと80ぐらいまで下がるんで、まあその時間がおすすめですね。なので遠方で来園する方は、まあ、3日間東京ディズニーランドあのリゾート行けるなら、初日ランド2日目 C 3日目ランドで、まあ、綺麗に回れると思います。でカウンターサービスのルーフーズ、ここもあのアップルキャラメルチュロス、これめちゃくちゃ美味しいです。でこれもスタンバイのみで、ちょっと列長いですけど10分ぐらいで行けると思います。ただここのガストンでも売ってるんですよね、同じチュロスが。そうでもガストンもちょっと屋外伸びてるぐらいだね。ここもねどれも美味しくておすすめですよ。ここはモバイルオーダーはまだやってないんですけど、そろそろ番号振ってありそうだな。どうなんだろう、カウンターサービス系は全部やりそうな気するけど、まあ、なのであの本当私があの地方から来るんだったら3日間ランド入れるとしたら、ランドでとりあえず DPA とか使って、 C もね、 C は正直 DPA でソアリンとトイマにさえ帰って朝から行けばほとんど乗りたいものとか回れるんで、まあ、ランドを1日目にして回収できなかったものを3日目、エレクトリカルパレードとかもし初日できなかったりとかしたら、まあ、でもパレード系は何かしらシステム調整とかもありえるので、できたら初日とかに見ておいた方がいいんですよね。風キャンセルとかもありえるんで、なので私だったらまあ3日間入れるなら初日ランド2日目 C 3日目ランドにしますね。そして今何分だ、10時33分、あと
ちょうど2時間ぐらいでハーモニーカラーなんですけど、トゥーンタウン側も1列目埋まってますね。で、パレードの場所取りに関しては現地のキャストさんの指示に従ってください。基本的に1人で来てる方はもう1人でそこにいないといけないので、外出できるとしたら本当お食事とお手洗いぐらいなんですよ。アトラクションとか行けないので、ただグループで来てる方は1人代表者が待っていれば他の方外出していいっていう案内が結構多いので、もう本当にそこは現地のキャストさんの指示に従ってください。なのでやっぱりお父さんお母さんどっちかが待って、お父さんがねちょっと仕事疲れで待ってパレード待ちして、お母さんと子供でアトラクション行くのもいいと思います。あとご飯の買い足しとかね。だけどやっぱミキミニのこの位置はもう3列目ぐらいですね。でハーモニーカラーだけここの DPA 売ってないんで、ここはね座り見最前で行けます。ただハモカラの時間に関しては最前列、ハモカラじゃないとクリスマスストーリーズはねここ待てないのでご注意ください。やっぱり2時間前だとトゥモローランドは最前列取れる感じですね。でカウンターサービスのトゥモローランドテラスも11時前は全然普通に入店できます。ただもちろんねお昼の時間帯混むのでご注意ください。ここもまだモバイルオーダー対象ではないです。でハーモニーカラーは本当2時間前でしょうね。1時間半前だと最前列なくなると思うけど、でもね全然この前の18日のパーク一周見てわかると思うんですけど、後方とかでよかったら全然ハーモニーカラー右側の結構奥側のトゥーンタウンとかトゥモローランドは取りやすかったりするんで、どうしてもやっぱ埋まるのは座り身の最前列の1列目だけだったりするので、やっぱそこにこだわらなければっていうところありますよね。はい、それではトゥモローランドじゃなかったトゥーンタウン入っていきましょう。トゥーンタウンもここも座り身2列目だ。ここ誰なんだろう場所。そこがドナちゃんだから白雪姫とかかな。ミニーちゃんはスタンバイだけですね。グリーティングは基本45分待ち。あ、でも今日から昨日から12月だから、あ、じゃない昨日だよね、12-1-2だから冬服に変わってるんだ。行かなきゃミニーちゃん。そうなんですよ、ミニーちゃんね四季によって衣装が変わるんですよ。で11月までは18日のパーク一周見てもらった方なら分かるんですけど、秋服なんですよ。萌え袖がねめちゃめちゃ可愛いミニーちゃん、私一番好きなんですよ秋。で今日からじゃない昨日から冬服なんで、また行けたらちょっと行きたいなミニーちゃん。ここはロングなんかな今は。結構ね去年はティポトルタとかが売ってたんですけど、ロングなんグーフィーの家の前売ってますね。ここもカウンターサービスですぐお会計できます。で11時前はグッドタイムカフェはこの時間帯少ないんだ。ここもね割とディズニーらしいフードがあって、ディズニーらしいもの食べたい方はすごくおすすめです。ここもなんか番号振ってありそうだけどな。うわミッキーが伸びてる、何分だろう。ミッキーの家とミートミッキー、こんな感じで行列で55分待ちです。こちらもスタンバイのみですね。いやでもやっぱクリスマスらしい飾り付けが良きですね。でスプリングローラーだったよね。スプリングロールのエッグ&シリンプを取り扱いもちょっと列できてるけど10分ぐらいでいけると思います。ガジェットのゴーコースターがちょっと屋外まで伸びてますね。ガジェットのゴーコースター何分だろう。ガジェットのゴーコースター20分待ち、スタンバイのみのアトラクションです。トゥーンタウンのキャラメルもぐるって一周してて20分ぐらいかなかかりそうに感じる。反対側も確かミルクチョコレートだったかな、おそらく、ごめんなさい違ったら。でもなんかポップコーン売り場が変わるんだってよね。だよね、やっぱ変わってるわ。ここピスタチオになってる。ピスタチオここに変わったんだよね12月から。ピスタチオもちょっと長いですね。15から20ぐらいかなと思います。そして3匹の子豚が皆さん出てきてますよ。クリスマスの衣装になってるのかな。衣装はついてないね。コロナ前とかはね結構クラリスとかポセイチアの風な衣装で出てきてくれたんですよね。あ、グーフィーもいる奥に。グーフィー人気ですね、囲まれてる。ロジャーラビットは30分待ち、スタンバイのみです。
そしてギャグファクトリーのカプセルトイの在庫状況を見ていきましょう。ミラーレスの調子が悪かったので iPhone で撮ります。ギャグファクトリーのカプセルトイはエコバッグになっています。そして今の時間が10時46分。もう最前列埋まってますね、トゥーンタウン、この逆ファクトリー側。でもね、ここね、最前列にこだわらなければこんな感じで空いてるんですよ。そう、ここはね、前でも11月1日来た時1時間前でも撮れましたね。ただハーモニーからってホンテッドマンション側から始まるから、まあ、ここに着くまでだいたい25分から30分ぐらいかかるんですよね。まあ、だから12時45分だとしたら13時15くらい、まあ、それ全然良かったら、この奥側だったら割とね、パレードルート、しかも壁側だから目線もらえるし、ここはね、割と私好きですね、待つとき。まあ一番はやっぱ DPA で場所関係なければ買っておいた方が、まあ時間は有効活用できる感じはします。というわけで北斎の時間なので先にお昼済ましちゃいましょう。私も北斎食べたらまたここ戻ってきてもいいけどな、どっちでもいいな。この辺は誰だろう、トイストーリーかな。あ、トイストーリーだと思う。ロッツォのグッズがいたってことは、私ね、今回クリストビーブロだから白雪姫かな、もしかしたら。あー、でもスティッチも見たかったな。クリスト、クリスマスストーリーズ、本当にバラエティ豊かなキャラクターが揃ってるから、どのキャラでも楽しめますよね。まあでもハーモニーカラーだったらあと1時間40分ぐらいですけど、もうシンデレラ城前はやっぱ狭いのもあるので、まあ、やっぱ結構待つなーって感じですね。2列目空いてるところぼちぼちって感じ。アイスクリームコーンもカウンターサービスでスタンバイだけなんですけど、すぐ入れます。クリスマスツリーのカメラマンキャストさんの撮ってくれる列が長いですね。それでは北斎利用しましょう。プライオリティシーティングお持ちなので、これで多分ね、通常スタンバイの列ですね。私はプライオリティシーティングなので見せましょうか。すいません、プライオリティシーティングこっちですか。はい、あ、こちらです。あ、中も待っている北斎。一応ね、エレベーターもあるんですけど、私は階段で行きます。ね、プライオリティシーティング今日朝9時から撮ったんですよ。まあ、1人だとね結構撮りやすいんですよね。これが 2名3名だとちょっと撮りづらかったりするんですけど、お一人様は割と撮りやすいんですよね。で、私はね10時50分の撮ったんで、もうすぐですね、こんな感じで。ただ通常に並ぶと60分って言ってました。10時50分ぐらいで。あ、はい、お願いします。はい、はい、それではエントリー受付やっていきましょうか。もうキャラグリはできないんで、メインストリートハウス前。さて、どれが当たるかな。マジカルミュージック見たいけど、まあ16時35分とかどうだろう。17時10分、まあこれはいけるね。終わってからこの流れで当たれ当たれ、ラスカイ。あー、北斎だと和食のレストランだから、こう無料でね、お茶がもらえるのもいいですよね。はい、というわけで大体20分くらいかな、まあ、混んでるからね、お店自体が。スペシャル膳来ました。この前の北斎、これ食べたかったんですよ、18日だけど、私本当にもう疲れ切ってて、さっぱりしたもの食べたいなって思って食べれなかったんで、ある意味ね、11月18日のパーク一緒の時のリベンジができたんで良かったなと思います。またこれね、食レポを動画で出しますので楽しみにしていてください。はい、というわけで現在11時54分、北斎はね、プライオリティシーティングないとスタンバイで100分待ちみたいです。今から100分ってもう2時前じゃんね、すごいですね。で、お昼の時間帯ですけど、あー、やっぱホットドッグ屋さんも長いですね、リフレッシュメントコーナーも。あ、違う、ごめんなさい、リフレッシュメントコーナー、そこが僕キャストさん最後尾と思うんだけど、ここまでできてる。これ30から40ぐらいかかりそう。まあ、ちょうどお昼ご飯の時間だからね。だからやっぱりそうなってくると、モバイルオーダーとかプライオリティシーティング持ってないと厳しかったりするんですよね。で、ハーモニーカラーの準備をしてますね。多分この DPA より前で見てる方はもう待たれてるって感じですね。
あと50分ぐらいですね、ハーモニーから12時45でしょ、今11時55分なんで、まあ、前方はやっぱ埋まってますね。あーすごい、お城の前ももう後方ですね、ハーモニーからめちゃめちゃ後方です。わー、トゥモローランドテラスもやっぱり屋外まで、まあこの時間帯は仕方ないよね、ちょうど12時なんで、まあ多分20分から30分ぐらい、まあでもさっきのリフレッシュメントコーナーの方がすごかったな。でもやっぱりもうパレードルートはトゥモローランド埋まってますね、後方って感じです、1時間前だと。なのでやっぱり前方で見たい方は1時間半前、11時15分だね、やっぱり11時15から30ぐらい見ないとこんな感じで埋まりますね。まだ4列目とかしか空いてないね、1時間前だと。まあ今45分前かちょうど。まあ、ただここね到着の位置が遅いんで、それでも これだけ待つってことは多分ウエスタンとかもっといるってことだよね。カレー味はお願いしております。だいたいハーモニーから、まあこの辺もやっぱ4列目5列目で、クリスマスストーリーズはさっきも言ったように待てないんで、ここ DPA なんで今だけですね待てるのは。それではファンタジーランドですね。プーさんのハニーハント前のハニーのフレーバーもちょっと長いですね、30分かかるかな、20分から30ぐらいと予想で、ハニーハントも82分待ちだ。これはプライオリティパス、私が今から無料で優先利用で、通常に並ぶと82分ハニー待ちです。プーさんも待ち時間面白いですよね、空いてたら14分で EO 待ちとかもありますね。というわけでプライオリティパス使います。はい、お、ディズニー100周年だそうなんですよ。何名様でお越しです。いいですね、この通常スタンバイを抜ける感じ、良き。あ、ここからはちょっと詰まっててもまあ10分ぐらいでここからは乗れるんで、プーさんはね特にプレッショーとかなくてすぐ乗るアトラクションなので、もうここねぐるぐる行ったらすぐそこが乗り場です。まあ、多分10、はい、ということで今ねプーさん乗り終わってウエスタンランドでハーモニーから見てきました。今は時間がね1時15分前後ですね、1時20分でした。でここのスモールワールドの前がペーストリーじゃないビレッジペーストリーだったかな、ヒポトルタが売ってるワゴンですけど半分ぐらい、まあ、約15分から20分でお会計できると思います。今日みたいな寒い日のヒポトルタ最高に美味しいですよね。今パレード終わったばっかりだからかスモールワールドのベビーカーも少ないですね。なんか18日の時すごかったよね列が、まあタイミングとかもあると思うんですけど、今何分ぐらいだろうスモールワールド、15分予想ビンゴ、待ち時間15分ですね。スタンバイのみのアトラクションです。でちょっとお昼がずれたからクイーンオブハートは待ち列どんな感じでしょうね。バフェテリアレストランですね、バフェテリアサービスのレストランです。こう料理を取っていくスタイルで、ここのローストビーフかなり美味しいんでおすすめですよ。クイーンオブハートはあーこんな感じでぐるって列ができてますね。そうか、ここローストビーフじゃなくてフランクステーキでした、失礼しました。まあだいたい40分ぐらいじゃないのかなと思います。中もね結構並びますよ。で次はまあ前と一緒ですね、18日とアリスのティーパーティー5分。アトラクションはやっぱり今ちょうどパレードがやっているからか、私はねウエスタンで見たんでまだ見終わってない人が多いと思います。ちょっと待ち時間短くはなってますね。キャッスルカルーセルも5分。あとはねキャッスルカルーセルの前に新しい看板ができてるんですよね、後ほど見ていこう。まあ、パレード終わったからか1回目のこのホーンテッドマンション周りはちょっとゲストの移動が多いですね。空飛ぶダンボ見ていきましょう。空飛ぶダンボ何分待ちでしょうか。
空飛ぶダンボは30分ですね。マジカルマーケットもね、前回のパーク一周でもお伝えした通りミッキーマカロンとかいろいろ売ってますよ。チーズブラウニーとか。ただここが空いててミッキーワッフルが混むっていうのがまたあれですよね。その空いてるワゴンもあれば混んでるワゴンがあるっていう差が激しいですよね。ピーターパンは35分待ちですね。ピーターパン、ホーンテッドマンションはプライオリティパス対象で通常に並ぶと70分待ち。そして今13時30分です。あと15時25だからあと2時間後か、2時間後にクリスマスストーリーズなんですけど、やっぱりハーモニーから終わって最前列は埋まってるけど前方で待てる感じですね。いや、あのスプーキーブーの時はここ停止しなかったんですけど、でも全然平和だよね。ここは誰だろう、アナ雪かな、多分フロート的待たれてる方がアナ雪バウンドとかの方いらっしゃるんで、で次がアナ雪の次が美女と野獣か、あベルの方がいらっしゃいますね。ベルグッズが増えてる、野獣さんだ。ここはベルだ。でもやっぱりここは狭いのか、こっちはあれですね、空いてるけど2列目ぐらいだ。なのでやっぱりね、1時間半前とかじゃないのかな皆さん、まあ、だいたい14時ぐらいになったら埋まってくると思うんで、前方で待ちたい方は2時間前目安でいいと思います。代表者1人残って、まあ、でもイン側はやっぱり狭いのか埋まってますね。でもアウト側はここスティッチだ。めっちゃスティッチグッズが。スティッチはねやっぱ人気あるよね、あのトイストーリーとスティッチって。まあ、昔はさ、ポップンライブとかハビネスイズヒアとかいたよね。ここはもうミッキーミニーのフロートですね。どっちかっていうとプルート寄りなところですね。プルート前か、ミッキーミニーと、あ、まあ、グーフィーマックスとかですけども、ここで後方ですね。2時間前で後方って感じです。本当に埋まってる。でどっちかっていうとチップとデールみたいな方はこのカントリーベア側の方が先頭にいるんでいいですよね。この辺多分チデちゃんが多いんじゃないのかな。で次が白雪姫のフロートですね。白雪姫と小人のフロートが、まあ、大体この辺かな。あ、そう、グッズをね見ればやっぱり分かるんですよね。小人さんたちが並んでおります。でこの奥が多分ねトイストーリーのグッズがたくさんあるんで、まあやっぱり1時間半から2時間前前方で1時間前後方って感じでしょうね。いやでも今年トイストーリーのフロートは見たいな。お顔がね、あの表情が変わったんで、ウッディとジェシーの。だからそこは違うんだよね、4年前とトイストーリーのフロートで。あとまあドナデジ見れたらいいなぐらいだな。でここが、ここの奥か、この奥がドナルドって感じです。ドナルドもイン側は埋まってるけど、アウト側はまだ後方空いてるけど、1、2、3列目って感じですね。行ってきます。はい、というわけでクリッターカントリー入りました。今スプラッシュマウンテンが休止中なので、やってるのがほぼレストランと奥のアトラクションのビーバーブラザーズぐらいですね。そしてスプラッシュの前のグランマサラのキッチンは20分から30分前後で案内中で、モバイルオーダー対応のレストランです。ただモバイルオーダーは10時30分前に終わっています。今日は早かったですね、モバイルオーダー。てか今日も早かったですね。グランマサラはやっぱクリスマスメニュー埋まったりするんで、そこはいいですよね。わあ、スプラッシュマウンテンがまたすごい大型な工事だ。待っていっても1ヶ月ぐらいなので、11月28日から12月28日まで休止予定です。現在乗ることできないのでご注意ください。あと公式サイトにね、詳しい休止情報は載っています。スプラッシュやってないからか、エリア的にはゲスト少ないですね、混んでるパークでも。
ちょっと落ち着いた場所に行きたいなって思ったらクリッターカントリーいいかも。ゲストが少ないかもしれないです。アトラクションが少ない分このカヌー探検しかやってないですね。これも結構ね腕が疲れるんですよ皆さん。1212ってそう思っていくんですよ。私はでも割と好きですねこのアトラクション。いい感じになんかもみじになってますね。さて今日は何分かな予想、あ結構列できてるから20、25と予想しよう。20分前後で案内中です。そしてスプラッシュマウンテンの出口にあるラケッティのラクーンサルーンは、まあ、すぐですね5分前後でお会計できます。ここはねミッキーチロスとかクリッターサンデーとかソフトクリームの乗ってるクリッターサンデー、あとソフトクリームあるのかな、ソフトクリームもありますね。いろいろワンハンドで食べられるもの揃ってます。結構ね座席は埋まってますね。今日は誰かフリーグリーティングいるかなって思ったけど誰もいないや。それではウエスタンランド入っていきましょう。蒸気船マークトゥエイン号がちょうど来ましたね。ごめんなさい滑舌が悪くて。こちらはスタンバイのみのアトラクションで、混んでいるパークの中でも空いているアトラクションです。まあ、乗れる人数も多いし、空いてるもの乗りたいときはマークトゥエイン来てみてください。ここのマークトゥエイン前の自動販売機はキリンですね。ここも空いてます。このまま奥のウッドチャックへ向かいましょう。そういえば今日もプライオリティパスはスターツアーズだけ余ってて、スターツアーズ取れば3枚って感じですね。それではこのビッグサンダーマウンテンの後ろ側のウッドチャックへ向かいましょう。あら誰かキャラクターが出てきてるのか、ここすごいゲストが多いですね。ウッディ・ジェシーが来てるとかあるかな、違うかな、あキャラクターじゃなくてキャンプ到着キッチンの待ち列なんだ、すごいね。これはウッドチャックですか。はい、キャンプ到着キッチンでございます。1時間ぐらいかかりますね。そうです、40分前後でかかります。ありがとうございます。すごいウッドチャックキッチンが大行列。奥があれなんだ、ドナルド・デイジーへの通路だ。でここはもうビッグサンダーマウンテンの出口なんで、出口とあとお手洗いですね。ここにさ唯一クレームビュルレフチュロスがあるんだよね、40周年の。うわでも40周年のチュロス買うにはこの列に並ばないといけないのはちょっときついんで、さあモバイルオーダーだったらないいんだけど、ちょっと私には無理だな今時間がないんで。なのでやっぱりアトラクションとか、まあいろいろアトラクションとか、まあグリーティング施設とかパレードルートも混んではいるんですけど、レストランもやっぱり長いですね。そしてビッグサンダーマウンテン、こちらもプライオリティパス無料の優先利用があって、通常に並ぶと80分待ちです。長いですね。ビッグサンダーもこんな感じでぐるっと列ができてます。そういえばねビッグサンダーの前に前さ、ターキーレッグのカウボーイクックハウスを紹介したんですけど、12月からねさっき言ったウッドチャックキッチンもターキーレッグだったはず、2カ所販売になったんですよね。ハングリーベアレストランはすぐ入れそうだな。でこのビッグサンダーの前にあるショップですね、ここでイヤーハットをモチーフにしたキーチェーンがあるんですけど、スタンバイパスお持ちの方のみ買うことができます。今ねチップとデールだけは多分あれスタンバイパスなしでいけると思う。ただ私が8時40に入った時にはなかったんで、8時30一般入園で余ってればって感じだよね。ほとんどアーリーで終わったんじゃないのかなとスタンバイパスは思っています。あれブラックペッパー、はい、まあ、でもあれ可愛いよね。また閑散期とかなるとゲスト少なくなるんで買いづらく買いやすくなるんじゃないのかなと思います。すごいもうミキミニのフロートの場所もう後方ですね。それでは、まあ、あとカントリーベアとか奥側行きましょう。
ゲストがこんな感じで多いです。今日も多分5万前後はいるんじゃないのかな。はい、それではウエスタンランドでアドベンチャーランド入ります。カレーのフレーバーもちょっとこんな感じで待ち列伸びてますね。15から、まあ、15、20ぐらいじゃないのかなと思います。でこの道をまっすぐ行くとプラザパビリオン行けます。この前ミッキーとミニーちゃんのデザート食べたところですね。わー、でもやっぱアドベンチャーも多いですね、ゲストが。そして魅惑のチキルーム、ここもねマークトゥエインと一緒でいつでも空いてるアトラクションです。5分待ち。カントリーベアシアター、チキルーム、マークトゥエイン、今休止中だけどずっと、スイスファミリーツリーのこの4つはいつでも空いてるアトラクションです。まあでも前と一緒ですけど、こういう日は本当にショーレストランね、レインボールアウトとか入れておくのもいいですよね。こまめにこうキャンセル拾い見て、予約サイト見てですよね。でウエスタンリバー鉄道の前にあるスモークじゃないと、スモークで照り焼きチキンレッグのスキッパーズギャレーもちょっと列があって10分ぐらいじゃないのかな。まあ昔ほど列はできてないよね。今日もベビーカーが多いですね。さっきのスモールワールドは多分パレードやってたからだと思う。まあいつもの傾向だとリバー鉄道20から25ですよね。伸びてるかな。あ、20分待ちです。じゃあお隣のジャングルクルーズ見ましょう。ジャングルクルーズ25分待ち。そしてジャングルクルーズの横はカプセルトイがやっていて、ここはね40周年のカプセルトイで列ができてます。ただねこれから1月ですよね、来年グランドフィナーレのカプセルトイ始まるんで、もうおそらくクリスマスか来月なくなり次第、既存の40周年のカプセルトイはもう終わるんじゃないのかなって、リルリンリンと一緒ですよね、販売終了の可能性があります。なのでね、ほんとクリスマス来られる方で買いたい方は早めに回しておくのおすすめです。長いですね、こんな感じで列できてますね。これ下手したらスタンバイパスに戻りそうなぐらい列できてるね。でこっちはジャングルカーニバルで、この前ミッキーの誕生日の時はスタンバイパスだったんですけど、スタンバイになっています。こっちはねボール転がしの列、すごいですね。ジャングルクルーズアドベンチャーランドバザールがカプセルトイで、アドベンチャーランドバザールのお隣がゲームショップですね。ジャングルカーニバル、ボール転がしと丸太投げ、どちらも70分待ちで、今日はスタンバイのみですね。グッズを買うのも並びます。はい、でジャンボリミッキーね、私エントリー受付やったんですけど、今日はねショー全滅だったんですよね。でも初回公演は自由席あったんですけど、もう初回公演じゃない方はこういう感じで屋外から見るっていう感じですね。ジャンボリミッキー初回公演はキャストさんに確認したら11時30分前後みたいです。でここはカフェオーリンズでカウンターサービスレストラン、向かい側が抹茶ホワイトチョコですね。でここもちょっと奥まで列できてて20分ぐらいじゃないのかなと思います。10から20。ミニーちゃんのポップコーンバケットですね。これもね去年出てたやつ、いやこれ結構前からかな。あ、うん大丈夫です。はい、というわけで可愛い視聴者さんでした。小さいお子さんでしたね。いつもありがとうございます。全然撮影中でもねお声掛け OK なので、声かけたかったら、声かけたかったらですよ、もう本当にお任せします。ただパレード待ってる時とか、あと待ち列並んでる時って、パレード待ちはやっぱ横の方、並んでる時もやっぱ前後の方がやっぱりねご配慮したいので、ちょっとお断りさせてもらってますので、それ以外だったら全然お声掛けください。うわー、カフェオーリンズも長いね。これちょっと利用したいんだが、あれかな、昨日さ金曜ロードショーでプリンセスと魔法のキスやってたからかな。ちょっと長いですね。ブルーバイユーレストランとかも、でも去年あたりかな、ベニエの、ね、デザートあったりとか、あと前菜がねガンボスープがあったりとか、めちゃくちゃ美味しいんですよ。いいですね、クリスマスの装飾が綺麗だ。いいですよね、このいいですよね、このニューオーリンズの音楽が私もすごい好きです。あった、ここですね、昨日金曜ロードショー出てたプリンセスと魔法のキスのキャラクターがいますよ。皆さんルイスがいるのでチェックしてみてください。
そしてカリブの海賊は14時ぐらいなんですけど15分待ちで案内中です。スタンバイのみのアトラクションで、さっきの午前中も撮ったんですけど、チョコレートチュロスがこれ1周2周ぐらいしてない、半周してる、1周プラス半周だからペコスビルカフェの方が早いかもしれないね。まあでもペコスビルカフェも行列なんですよね。なのに C はね5カ所展開なの。見てください、朝あんな行列だったのにミッキーワッフルが列が短い。ちょっとまあで言ってもこれでも長い方ですけどね。ここぐるって行ってでさらにちょっと半周してるんで、まあ、40、50ぐらいじゃないかな。早かったら多分30から40ぐらい、遅かったら50ぐらいだと思います。ここもスタンバイのみのアトラあのレストランです。アトラクションって言いそうだった。ツリーの下にはリルリンリーいるので皆さん探してみてくださいね。すごい、ミニーちゃんがフリグリしてる。とんでもない。これで年パスがあったらさ、とんでもないよね。一般年パスがなくてこれでしょ。反対側には、ね、ミッキーがいます。はい、皆さん 今ですよ。今ぜひ撮ってくださいね。もう今構えててください。皆さん、はい、いいですよ。お客様も、はい、その場で今構えててくださいね。お客様もですよ。半周ぐらいで30分待ちでした。半周ぐらいしますかね。半周してましたよ。そうなんですね、ありがとうございます。はい、だいたい30分ぐらいでカフェオーリンズ、同じくらいの待ち列ですね。ここまでできてました。30分ぐらいでお会計できました。皆さん、ついにティアナのあのガンボスープが飲めますよ、パークで。てかまあブルーバイユの前菜でもあるけどね。あとブルーバイユだったらデザートでベニエもあるんで、皆さんこれはね前レビューしましたね。ブルーバイユ、これはレビューしてないです。ブルーバイユの前菜は前レビューしてます。でこれがベリーキャラメルラテで、これも3月31日までですね。と秋冬向けです。これも秋冬向けで、これは前も食レポしたことあるレギュラーメニューですね。まあ、これ単純に買った理由はもうどこ行っても混んでるんですよ、レストランが。でカウンターサービスのレストランも混んでるし、後でお腹空いた時困るんでジップロック持ってきてるんで、ジップロックにちょっと入れて、まあ、クリスマスストーリーズ待ちながら食べるのもいいし、ちょっと休憩してまた並んだら30分かかるのがちょっと嫌なのでジップロックに入れます。それでは DPA でクリスマスストーリーズ見ていきましょう。やっぱりさ、こう混んでる日のパレードもだけど DPA ありがたいですよね。右に行きます。だけどパレードは後方でもよければギリギリでも見れたりするんで、まあ、やっぱりねなかなか来れない方はアトラクションに課金しちゃった方がいいですよ。まあ、やっぱり私はもう結構蹴ってる方なので、ショーパレードの方が、まあ、どちらかというと見たいのでやっぱパレード買いますね。いやー、クリスマスストーリーズよかった。まさかの白雪姫ね、土線でしたね、白雪姫のポジションで。今ねこのスイートハートカフェ前に来てるんですけど、スイートハートカフェでは15時からミッキーロングパン販売しています。でね、いつも土日だと17時前ぐらいにはなくなるみたいなので、欲しい方は早めに並んでおいた方がいいです。時間帯によりきりですけど、シルエットスタジオ17時前、結構列長いですね。そういえば12月1日からお正月のグッズも新発売です。このデコレーションキットいいですよね。あとポストカードも買わなきゃ。他にも缶バッジやピンバッジ、あとストラップとかありますね。ストラップっていくらぐらいなんだろう。
2500円だから、まあ、1個800円で、まあ、でも学生さんでもね3人お友達配りやすかったりしますね。プレートが思ったよりちっちゃかった。見て、本当になんかお菓子とか置くぐらいなプレートだね。お茶とお菓子が一つずつ置けるぐらいなプレートでした。あー、湯飲みも可愛い。毎年本当に食器はデザインが素晴らしく感じます。クリスマスのぬいぐるみバッジ、ミニーちゃんとドナルドしかない。あと皆さん、エトのグッズも少なくなってくるので早めの購入をお勧めします。もう受付終了みたい。17時10分、今ね17時20分ぐらいに来たんですけど、まあ、やっぱり1時間以上前というか、クリスマスストーリーズ終わってから待った方がいいかもね。というわけで私は今日はもう見れないや。それではやることがないのでミッキー並んでいきます。60分待ち。ミッキーこんばんは。寒くなったねそう、今日ね暖かいの。これねミッキーのなの。そうそう、でミッキーにお願いがあって、ミッキーだけでかっこいい動画が欲しいんだけど、いい？え、一緒に撮る？撮りたいの？分かった、じゃあ変更ねはい、というわけで今17時30分前後、ハーモニーカラーじゃなかったけど19時公演エレクトリカルパレードは、やっぱりお城前は人気で、座り見最前列ベンチは全部埋まっています。なのでまあお城前と本邸前が人気ですよね。ホンテッドマンション前は場所取りね、皆さんしたい方はお部屋、お城前がいい方はやっぱり2時間ぐらい前を見てた方が最前列はいいと思います。まあお城の前はやっぱり人気なんですけど、お城前以外のウェスタンランドとか、このトゥモローランドテラスですね、目の前、まあモーリスのコテージ前とかは全然最前列空いてます。まあやっぱお城前とかホーンテッドマンションが人気だよね。もうここ待ってる方1時間半前で、まあ反対側だと、まあ、一組いるぐらいですね。オッケー、よーいスタート。わあ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 わはい、というわけでチャイナボイジャーだいたい30分ぐらいですね。なのであの折り返しまで列できてて、あそこで30ってことは橋ぐらいまで伸びるとやっぱ40、60ぐらいかかるって感じです。というわけでね、花火今日やりそうなんですけども、私本当にもう今日はもう歩き疲れたって感じなんで、花火はちょっと諦めて夕食食べてゆっくりしていきます。ブラックペッパーポーク麺に久しぶりにしたんだけどさ、ポークがちっちゃくなってるね。なんかお肉を変えたのかな。はい、ということで2023年12月2日土曜日の東京ディズニーランドのパークを一周してきました。今日もめちゃくちゃ混んでいました。てかあのチャイナボイジャーでお酒飲んだからちょっと顔が赤い気がする。今日はやっぱりさ7時前に来てたのに、そのまあパークチケットがね完売してるっていうのもあったのか、ボンボヤージュ近くまで列が伸びていて、
7時前ですよ、なんか7時半とかじゃなくて7時前なのにすごい行列でびっくりでした。やっぱりパーク内に関してもアトラクションも美女と野獣がやっぱり平均150前後ですよね、下がってやっぱ130とかだったり、まあ、ベイマックスも100分前後だったけど、今回プレミアアクセスがとにかくどちらも早かった。10時前の9時30分に美女と野獣なくなって、ベイマックスも10時半前後で、クリスマスストーリーズもやっぱり大人気なのか9時前ぐらいで、プライオリティパスもやっぱりフーさんのハニーハントが一番人気で、次がモンスターズ行くホンテッドマンションで、今日も撮ろうと思えばスターツアーズは撮れたんですよね。なので今日頑張って一般開演で朝からいれば3枚、まあスターツアーズをカウントしなかったら2枚ですよね。なのでやっぱりこういつも動画では言ってるんですけど、その12時間しか入れない中で、レストランもやっぱり30から60ぐらいで、グリーティングも60ぐらい待つってなった時、あとパレードルートも待ってるし、まあ、何かしらやっぱり何かするのに1時間ぐらい所要時間と待ち時間考えて、まあトータル多くて12個のね施設かもしれないですよね、アトラクション、レストラン、グリーティングを1時間1施設利用するとなると。で、全部はやっぱり楽しむことができないので、何を優先するか、まあやっぱり遠方から来ていて美女と野獣絶対乗りたくても時間を短くしたいならもうディズニープレミアアクセス買うとか、あらかじめやること、あらかじめ何をしたいかリストアップしておかないと、あれができなかった、これができなかった、このパークフード食べられなかったとか、今日はかなり混雑していたので、ビエントリーとかで入っていたら、まあ、やっぱりディズニーホテルの恩恵とかがあってすごいスムーズとかに回れるんですけど、一般入園だとやっぱりあれもできなかった、これもできなかったってなっちゃう可能性もあるので、事前のねやりたいことリストを組んでおくのをおすすめします。で、今日は朝がねだいたい7度ぐらいで、お昼が16いってないな、15度ぐらいかな、まあそれぐらいで、で夜が17時以降ですね、日没17時前ぐらいとして10度前後で、朝と夜はねこのアウターでもよかったんですけど、お昼はあのもうアウター暑くて日差しが強くて、パーカーとかトップスだけでもいいように感じました。なのでやっぱり12月入ってはいるんですけど、もうダウン系のものとかで暖かい格好をしてパークに来ることをお勧めします。で、一旦もう東京ディズニーランドのパーク一周に関しては、今のところまあ冬休み入ってからねしようかなと思っていますので、これから東京ディズニーランドに行く予定の方が、朝一の立ち回り方とか各施設の混雑状況など参考になっていたら嬉しいです。それではまた動画更新します。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方、グッドボタン、チャンネル登録のボタンお願いします。X、Instagram、TikTok、他の SNS 動画の概要欄貼ってあります。よかったら、他の SNS もフォローお待ちしております。それでは、バイバイ。楽しかったです。クリスマス。白雪メポジ良かった。ミッキー。バイバイ。